皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。発売から約1年7ヶ月となる集まれ動物の森、そんな集まれ動物の森に新たな有料追加コンテンツが発表されました。ということで今回のゲームニュースは、あつ森ハッピーホームパラダイス情報まとめ。住民の別荘や施設などを自由にコーディネート。以下の記事はファミ通 .com より引用しています。2021年10月15日金曜日23時より配信された、あつ森動物の森バイレクト2021年10月15日の中で発表された、あつ森動物の森ハッピーホームパラダイス。これは任天堂スイッチ用ソフト、あつ森動物の森の有料追加コンテンツ。2021年11月5日に配信予定で、10月29日から予約開始。単体の価格は2500円、税込みで任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに加入しても遊べます。この記事では、あつ森動物の森ダイレクト2021年10月15日で公開された情報から、あつ森動物の森ハッピーホームパラダイスの情報をまとめてお届けしましょう。ハッピーホームパラダイスってどんな内容？ハッピーホームパラダイスは、匠ライフの一員となってお客様の理想の暮らしを丸ごとコーディネートするというもの。今回の舞台はリゾートとして知られる諸島。この諸島にはさまざまな理想を持ったお客様が訪れるので、彼らの希望を叶えるための別荘をコーディネートしていきます。お客様の別荘を建てる島選び。諸島に点在する島にはそれぞれ特色があり、島ごとに庭の見た目が異なっています。お客様のリクエストに合った島を見つけたら現地へ向かいましょう。島に到着したらお部屋へご案内。続いてお客様にリクエストされた家具を配置。理想の別荘にするには家具に合った内装も必要です。匠ライフおすすめの家具が用意されているので、自由に配置していきましょう。コーディネーターであるプレイヤーのセンスが問われます。壁紙を一面だけアレンジするということもできますよ。別荘の周りの庭もコーディネート。コーディネートは別荘の内装だけに止まりません。別荘の周りの庭にも家具や柵、植物を配置して理想の庭にしていきましょう。家へ通じる道の設置や家の位置、外観の変更も可能です。理想のためならば時間、天気などの変更もできちゃう。さらにこだわったお部屋作りへ。ハッピーホームパラダイスでは家具や内装のコーディネートだけでなく、お部屋の広さや構造も調節ができます。お部屋の構造を変えるために調節できるパーツは下記のもの。これらを調節して家の構造から理想形のものを目指します。仕切り壁、カウンター、柱、ライト、環境音。またコーディネートとしての仕上げは家具磨き。家具を熱心に磨くと家具が光ったりと、それぞれの効果が与えられます。働いた後にはお給料でお買い物。コーディネートのお仕事を終えると、匠さんからお給料通貨ポキがもらえます。このポキを貯めれば事務所の売店スペースで売っている家具などが購入可能。ここには島では見られない珍しい家具などの存在も。珍しい家具を買って自分の島に持ち帰れば、他の家具と同じように配置ができます。できることが増えたらさらなる暮らしの提案も。お客様の注文をたくさん受けると使える家具が増えていきます。過去に別荘をコーディネートしたお客様のリフォームにご提案をしたり、一つの別荘を二人のお客様に使ってもらうハウスシェアの提案なども可能です。学校や病院などの施設作りにも挑戦。諸島には
さまざまな空き家があり、経験を積むことで別荘だけでなく、いろいろな施設づくりにもチャレンジできるように。学校やレストラン、病院など、自分の思い通りにコーディネートした施設は、住民が利用してくれます。スクッターで、コーディネート例を世界中と共有。プレイヤーが手掛けた別荘は、施工例として、この世界のアプリ、スクッターのカタログに保管されます。スクッターでは、施工例を眺めるだけでなく、アプリから過去のお客様の別荘に訪問も可能。また、インターネットに接続すれば、世界中に自分が手掛けた別荘や施設のカタログをシェアしたり、世界中のコーディネーターの施工事例を確認したりできます。気になるコーディネーターが入れば、その人をフォローして、施設を実際に見学することもできますよ。アミーボがあれば、特定の動物の別荘が作れる。動物の森シリーズのアミーボを使えば、特定のお客様を呼んで別荘を相談することができます。また、しずえさんや豆吉&つぶ吉といった特別なキャラクターへ別荘の提案も可能。自分の島やマイホームとの連動要素。お仕事を通じて得たテクニックは自分の島や自宅でも活用できます。自宅に仕切り、壁やカウンター、柱、ライト、環境音などを設定できるようになるのはもちろん、家具磨きもできちゃう。また、島の住民に匠ライフ特製のお土産をプレゼントすれば、別荘を手掛けられるように。さらに、島民にリフォームの提案もできるようになります。以上が記事の内容でした。それでは、ここでネットの反応を見てみましょう。ただでさえ積み、ゲイ山盛りの私、これに手をつけたら確実にドハマりして沼化するのが分かってる。でもすごく楽しそうやなぁと改めて感じてしまった。お値段もお手頃で、これだけ充実した内容が遊べるなんて素敵すぎます。実はずっと触ってなかったんですけど、これを機にもう一度触りたくなってきちゃいました。わら、今回のアップデート半端なかったし、有料追加コンテンツと本編のリンクも素晴らしかったので課金決定しました。わら、めっちゃやり込み要素が増えてた。飽きてたけど復活するよ。今から楽しみ。新たに別にソフトが出ると予想していたのに、追加コンテンツでできるようになるなんて。無料アップでもすごいけど、有料すごすぎる。これで2500円とか安すぎ。また動物の森の毎日になりそう。待ってました。ハッピーホームが一番好きなので震えが止まらない。しかし圧倒的に時間が足りない。無料アップデだけでも相当な内容なのに、こっちの有料追加コンテンツも楽しみ。きたー、ハッピーホームアカデミーの要素だ。この要素好きでスイッチでやりたかったから絶対買う。もはやこれのためにあつ森開きそうな予感あらわら。以上がネットの反応でした。11月は女神転生やポケモンと、ただでさえ対策ゲームソフトの発売を控えているのに、そこにハッピーホームパラダイスまで発売を控えているとは。私は動物の森をやったことがないのですが、あゆなは動物の森シリーズの実況をたくさんやってきているため、今作もやるかもしれません。こうご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。